ちゃいましたに、ね、掘るな。そうでしたか。稀に掘るときあるけどな。プレイ。あーどうも、どうもマグニーです。花粉症でございます。花粉症モデル、今日はちょっと短めの動画で、勘弁していただければと思います。かねてからですね、ずっとやりたいと思っていたこちらね、こちらのコメント、マンションの屋上は300という数字を作ってみてはどうでしょうかということでね、そちらをちょっと今日は作りたいと思います。花粉症スキンいかがですか。よし行くぜ。邪魔よ。やってまいりました。あ、専務か。ちょっと専務ごめん、ちょっとここ今から作業するから。よいしょ。それではね、ここに向こう側に300という字が向くモニュメント、夜になったら光るやつを作ろうと思います。よし、はい。まずはね、これが基本形ですね。そしてはい、これ並べていくよ。はい、これで300の文字が完成いたしましたね。あとは囲います。そしてはい、これからつなげていきます。いろいろなものをね。これで余すところなく光るようになりましたね。あとはうまく回線を引っ張ってくるだけでございます。はい、っていうかね、マグタウンがね重たいね。これ大変だな。もう村人のせい、このマンションのせいでもあるんだけどね。そうなってくるとこれでバッチリなんだけど、念のためにこの日照センサーから、はい、リピーターでちょっと出すようにしましょう。はい、夜バージョンに変更。できたと思われる。あとは降りれるようにだけしとかないといけないので、俺は決めたぞ、はしごで登ってくることにする。で、問題はここだよね、つなげていかないといけないのは。で、あとははしごで上までつなげれば OK でしょう。できたできた。多分夜になると光ると思うよ。村人来てない？村人が歩いてきてる音がしてるんだよ。あら、清掃員さん、ここまで来てたの。なるほどね。あー、
うるせえ、あーうるせえ。てか早急にこのマグタウンガチガチ重いのどうにかしないとですよね。先そこだよな。まずうわー子供なんぼでも生まれてる。お、夜やな、夜やな。光ってる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 。300、ちょっと待ってくれ。おお300光ってる、いいね。でここで一晩寝ると、あ、消えてなくない？日照センサーの都合？あれ消えてなくない？あれ消えて、あ、消えた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 。よっしゃー、どうでしたか皆さん。いやー、できたよ、ついに。ずーっと作りたかったんですよ。せーの、ガシャ。じゃああとは恒例のコーナー。あらあらあら、おい、何これ、これは何、意味がわからん。ちょっとはしごは収録外でつけときます。はい、本日もねお祝いの花火をあげたいと思います。ずっと前にねご紹介したなんかお母さんが受験するっていう方、どうやらね受験合格したそうです。おめでとうございます。そしてねインフルエンザが治ったってご報告も受けてるし、で10日の卒業式ってことで、あとね一つね数学オリンピック準優勝、何それ、すごいっすね。聞いたことないな、数学オリンピックだって。そして本日誕生日の方も含めて私が、代わりにですね皆様の代わりに私がいいケーキをいただきます。パクッ、花粉。ではおめでとうございます。まあお母さんよく頑張りました、素晴らしいですね。何の受験だかちょっと知りたいぐらいにちょっとすごいなと思いました。皆様おめでとうございました。ほんま目もシャバシャバするし、もう鼻も、あ、つらいよ、花粉はつらいよ。花粉っていうかそもそもやってまいりました。花粉の文字が目立ちます。カマンにも見えなくないっていうね。いやいしょと、たくさんいただいておりますよ。はい、こちらですね、高校受験、入試合格発表、野球の決勝大会、そして実力テスト、骨折された方もいらっしゃいましたが治るようにということで、で車を購入されたということで、はい、交通安全をぜひ祈願してくれということと、で芸能事務所オーディション最終選考に残った方もいらっしゃるということで、まあ何かと素晴らしい。うん、それでは皆様に成り代わりまして、私がマグロ大名人にて、祈願したいと思います。よいしょ、マグロ大名人、二礼二拍手一礼、ありがとうございます。よっしゃー、マンションもね、あれでちょっと完成と、本当の完成を迎えたわけでございますので、マグタウンまだまだちょっと手を入れないといけないけど、ちょっともう疲れちゃったんで、そろそろねこの日本村に関することを進めていこうかと本気で思っております。まずはねちょっとツリーファームを作ろうかななんて思ってるんですが、まあその前にちょっと建築やりたいなっていう気分だったら建築するし、レッドストーン触りたいなって感じになったらツリーファームするしって感じでやっていこうと思います。まあとにかく日本村に関することをどんどんやっていきます。あそこのお風呂もね、木材でちょっと固めていって、内装はまあ洋風かもしれませんが、外見はねちゃんと和風の、温泉に仕上げていこうかと思っております。でこちらの方はもう ほぼ土台もほぼ完成、あとはもう作りながらね、埋めていくようにすればいいかなというふうに思っております。はい、それでは皆さん、今日もご覧いただいてありがとうございました。これ見て、はい、アステプラスティスプラスプラスプラス、ほな。